ゲーム作りてー。ゲーム作りたすぎてテロップからゲーミングしようね。マリサ、私ゲームクリエイターになって大金持ちになりたいよ。大金持ちになりたい？ゲーミングしようじゃなくて確変しような可能性が出てきたな。よくわかる、今回の動画ー。よくわかる今回の動画？このコーナーでは私がゲームクリエイターになるのが不服そうなマリサに今回の動画を作るに至った経緯を教えるよ。私がいつ不服そうだった？ゲームって大人気じゃないですか。あそこから話していくんだ。自我を持っている人間でゲームを遊んだことがない人なんて、この世に一人もいない。絶対にそれは言い過ぎだけどね。過言ですけども。おっとすみません、ツッコミ早すぎたみたいです。でもそのくらい大人気じゃないですか。まあゲームは人気だわな。ってことは儲かるんじゃね？あらあら安直すぎる考え。かの有名ゲーム会社の元本はパズドラを作ってるとこですね。パズドラがヒットした際に株価が100倍に。おお、それはすごいな。まあこの情報のソースはヤフー知恵袋なんですけども、ソースが激弱すぎる。つまりゲームを作れば儲けれるんですよ。例がたったの1個だけ。しかも情報源がヤフー知恵袋の。本当にゲーム作れば儲けれんのかタコ。儲けれるって、いっぱい儲けて一緒に全国高校野球選手権大会の権利を買い取ろうよ。どれだけ金を持て余しても夏の甲子園の権利は買い取らねえよ。思い立ったら即行動。私はゲーム制作に関することをインターネットで調べてたんですよ。その行動力は素晴らしいね。そしたらこんな動画を見つけました。簡単に説明するとこの動画はズブの素人がゲーム制作をするという動画でした。その動画あるならこの動画いらなくね。これは私の参考になるぜ。そう思い動画を再生して私は驚愕した。私には、無理だ。どうして急展開？じゃあもう早く解散させてよ。この動画では簡単にゲーム制作できるツールでゲームを作ってたんですけど、普通にだるそうだったんですよ。だるくないゲーム制作があると思いで、小学生でもゲームが作れるツールらしいんですけどね。これは私には無理だと判断いたしましてね。小学生でも作れるのに、諦めました。もうやめちまえこんな動画。だけど私は諦めなかった。どっちだよ殺すぞ。私がたどり着いた結論それは、多分どう頑張っても無理だよ。そうだ、AI にゲームを作らせよう。お前が作るんじゃないんかーい。ということで AI にゲームを作らせていきましょう。動画ここからでよかっただろ。ちゃんと AI にゲームを作らせることができるのかと不安になっている皆さん、安心してください。私こう見えても今までに日本の AI を使った動画を作っているので、日本語ときでいきんな。ちょっとマリサさん今の発言国際問題になりますよ。ならねえよ。お分かりいただけただろうか。日本語ときでいきんな。日本語ときでいきんな。しょうもないことしてないでさっさとゲーム作れやかすか。かすオッケーオッケー、完全に理解した。まだ文章の途中なんだけど。要するにあれだよね、微分して積分するってことだよね。絶対に違うよ。すごくわかりやすくて安心しました。現実逃避中かな。おっとそこの黄色い髪のお嬢さん、もしかして私のこと言ってる？そんなとこでぼーっとしてないで、あなたも踊らないと損ですよ。情報に踊らされてる和田アキコ。踊らにゃ損ってか。でも実は踊らなくても得する方法があって。マルチ商法する和田アキコ。正直何言ってるのかわからなかったので指示し直します。正直に慣れて以来。頼んだぞ AI、 お前なりの最強ゲームを見せてくれー。このアイディア次第では動画がボツになります。なんか堂々と有名ゲームをパクろうとしてるんだけど。ふむ、モンスターハンターですか。ゲームの名前だけを聞いた感じですけどね。名作の予感がします。もうすでに名作として名高いのよ。ああもういいわ、君がこういうゲームを考えたんだもんね。モンスターハンターを作りたいんだもんね。じゃあいいよ作ろうじゃないか。カプコンの弁護士さんここですよ。同作人ハンター、ちょっと質問があるから質問しとこう。質問をいっぱいして造形を深めようってことか。霊夢にしてはいいじゃないか。これらを作成するのは簡単ですか？すぐに不安になるのやめろ。さっきの関心を返してくれや。利子100万倍で心が破産しちゃうって。なんかいつもより考え込んじゃってない？これは AI に小バカにされてる間だな。機械ごときが舐めんなよ。私が欲しかった回答は、簡単だから大丈夫だよ、霊夢ちゃんならできるよ、だったんだけど、こいつ長々とマジレスしてきててきしょいな。これだから自分の知識を披露したいだけのオタクは困るぜ。ゲームの中身は大体固まってきたので外見のアイディアももらいましょう。長々とこんなつまらない画面を見せてごめんね視聴者さん。お前ってそんな配慮もできたんだ。余談ですけどチャット GPT の前で口ひげという単語を使うと怒られました。まあ口ひげは陰毛みたいなもんだからな。全然ちげえわ。口の周りに陰毛を生やしてて受けるのぜ。ひげを生やしているすべての人に謝れ。突然ですがここでゲームキャラクターの発表披露会をしたいと思いまーす。もう完成したの？今回発表するのは2ジャンル、主人公と敵モンスターです。つまりこのゲームには2人のキャラしか出てこないじゃん。皆さん準備はできていますか？こんなのに準備はいらねえよ。それではまず主人公の発表です。栄えある主人公に選ばれたのはこの方でーす。飽きたのでモンスター側は普通に発表します。飽きんな。はいこんな感じですね。はいはいかっこいいかっこいい。飽きたことによる弊害でかすぎるやろ。ちゃんと主人公とモンスターの見た目も AI に従って AI に書かせてやりましたわ。 AI 馬車馬働きさせられててかわいそう。これでも最初は自分で作ってたんです。めんどくさかったのでやめましたが、忍耐力を身につけた方がいいよ。さあ役者は揃った。あとは AI が考えたゲームを組み立てていくだけだ。ほなまあサクッとやっていきましょう。全然わかんないわ。ねえバカなんだったらこの動画やめよ。いや諦めてたまるか。こういう時は AI にこんな指示をすればいいのだー。子供でもわかるように説明してください。
か。情けねえ。あなたいい年した大人ですよね。こんなことして恥ずかしくないんですか。恥は群馬に置いてきた。群馬県民の皆さんどうか拾っといてやってください。さあさあこれで私にもわかるようになったはず。これ話し方がガキ向けになっただけで内容はほとんど変わってないじゃん。これじゃ私、何もわからないよ。マジでやめちまえよ。なめてんじゃねえぞクソボケ AI が。話し方変えるだけで私を騙せると思ったかこら。人間様を騙そうなんて100年早いわかす。どうしようもなかったのでスクラッチに詳しい友達に電話してみます。状況どうなってんだお前。あ、しもしもー。あのさ、スクラッチのこといろいろ知りたいから教えてくんね。ほんと？マジでありがとう。お前の友達動物の森の住人の遺伝子入ってない？隠してゲーム作りは始まった。あれまだ始まってなかったの？不安、恐怖、プレッシャー、挫折、すべてを味わった。AI に偉そうに指示したりしてるだけだよね。そして3日が経ったその時、ついに完成した。3日ごときで出していい雰囲気ではない。それでは皆の就活目せよ。これが私が AI に作らせたゲーム、モンスターハンターだー。私の3日間が、こんなクソゲーに。ねえマリサ、この場合ってさ、私と AI どっちが悪いの？楽に金を稼ごうとしたお前だな。くそー。このまま世界に動画を公開するのは恥ずかしいから編集でどうにかするしかないな。あのクソゲーを編集でどうにか。私はそもそもゲームクリエイターじゃなくて YouTuber。やっぱり大事なのは編集力なんじゃい。じゃあもう一生 YouTuber として金稼いどけよ。それじゃあ皆さん改めて活目せよ。活目は1日1回限定なのに。モンスターハンター、かい？くらえ！くらえ！よろしく頼む。聞かない。二段切りだ！強敵だな。受けてみろ奥義。覚悟しなさい。よ、よし、こんな感じでどうかな。これだと面白いゲームに見えるんじゃないかと思ったんだけど。霊夢はこれが面白いと思ったんだよな。うん、面白いでしょ。それ死ぬでよい。あー、マリサ殺してー。頼むからゲームを作りたがってて欲しかった。まあ今回はね、ちょっと金持ちになれなかったですけど、私絶対に金持ちになってやるからよ。応援してくれる人はチャンネル登録よろしくな。誰がこれを見て応援したくなるんだ。暗殺対象が喋んな。